どうにかここまで来れたわね。セスの処刑を回避しつつ、彼を餌にして山獅子組のアジトに行く資格を得た。脱出のための物資もあるし、ルートも万能カードキーも問題ない。あとは決闘まで。見張りの子も一応通路の仕掛けが警告してた裂け目の方に落としておいたけど、彼この辺の裂け目を使った近道に詳しいって言ってたし。お願いだからどうにか無事でいてほしいわ。これはこれは、あの親衛隊候補、山獅子組切手の生え抜きであるお前が、よりにもよってか。決闘が何事もなく終わるようにね。あんたこそ山獅子組の誇り高き親衛隊様が。誰に向かって口を聞いてるのか理解できてるならそれでいい。ボスの命令だ。もう準備は全て終わったの？決闘の前に身を清めたり掟を暗唱したり。あら、ただの冗談よ親衛隊さん。獅子のねぐらにつながる裂け目を通る。わかったわ、今荷物をまとめるから。すぐにと言ったろ。そんなに急がなきゃいけないの？ねぐらが逃げるわけでもないんだから、お化粧を直すくらいはいいでしょ。組の掟を軽んじるのか？わかったわ、すぐ行くわよ。ちっ、想定より早すぎる。脱出用の物資を回収するのは間に合わないわ。悪い予感がするわね。ここゼロ号ホロー。獅子のねぐらはこ、最も危険な場所は最も安全な場所でもある。治安局の臆病者どもは危険な場所に入りたがらないが、俺ら山獅子組は恐れを知らないからな。なるほど、ゼロ号ホローにつながる強制ホローの安定した裂け目を知ってたのね。逃げるときはゼロ号ホローのこっち側に忍び込んでたんだわ。治安局がいくら探してもダメなわけね。集計地点に耐侵食装備がたくさんあったのも納得。大胆不敵ね。恐れ入ったわ、こんなに危ない策略を巡らせ。羨むことはない、お前もすぐその大胆不敵な集団の一員になる。その資格があればの話だがな。ちょっとどういうつもり？決闘の場はこの先の階段を登ったところだ。待って、そんな予選があるなんて聞いてないわ。ボスが認めりゃお前は親衛隊になれるが、だからって山獅子組の兄弟たちが認めたことにはならねえ。組での地位を勝ち取りたければ。こんなのも掟なわけ？決闘の前に消耗させようって魂胆が見え見えよ。起きては起きて、せいぜい頑張れよ。また権限カードを集めるわ。調査を始めようかしら。目標はあそこね。3番のようなの。すみません、ジェンの姉が。ここも想像力のかけらもない昇進試験ね。いいよ、すぐ終わらせるから。やー、気にしたっちゃ。よし、最初の権限カードを手に入れたわ。邪魔だ！そう簡単に親衛隊になれると思うな。あんたたちを倒せばいいんでしょ。簡単じゃない。せーよ、やばっ。中学生、すぐ終わるわ。待った！
残念、時間切れ。このまま先へ進めそうね。待ち伏せね、バレバレ。よし、2枚目も手に入れたわ。最後の1枚を探しに行きましょう。あんたまでいるの？手加減しないわよ。よし、3枚揃ったわ。とっとと昇進しないとね。レーザー様、これはこれはサプライズね。試練を通過したお祝いに来てくれたのかしら。ジェン、ヤツらは黙ってろ、治安局のふぬけ野郎。ちょっと加減してやってよ。兄弟たちにはあたいの名で歓声をあげてほしいの。治安官を打ち負かす喜びを分かち合うために。ジェン、山獅子の新たな治療、貴様は昇進への道を踏破し、兄弟たちに認められた。新兵隊として俺様の右腕になる資格がある。光栄よ、ボス。だが決闘で正式にその地位を勝ち取る前に、もう一つ最後の準備がある。なんなりと。でもその前に。またお得意の不意打ちね。あんたの地位をあたいに脅かされるのがそんなに怖いのかしら。俺はただお前の片腕を使えなくしようと。正直に言えば許してもらえると。幼稚園を卒業してもう20年は経つでしょ。その必要はないのさ。俺様が片腕を奪えと命じた。レイザー様、どうして。ジェン、決闘ではこの坊主に負けろ。その後で俺様が直々にこいつをやる。貴様が十分な働きをすれば、決闘の後すぐ新エリートの病院に送るよう計らってやる。もっともらしい演技をして、その上でわざと負けろですって。そんな馬鹿げた掟があるかしら。貴様は優秀だじめ。だが重要な点を履き違えて、決闘の掟、昇進の掟、俺様の掟、肝心なのは掟ではない、俺様だ。この俺様レイザーこそが唯一の権力にして、俺様こそが山獅子組である。
俺様だけが山獅子組を体現できるそれ様に二度も口を返し、俺様の組織で自分の力を誇示しようとしたら。それでこんな猿芝居に打って出たわけ。メンツと地位を脅かされて、あたいはてっきりあんたに秘密を知られちゃったのかと思ったけど。秘密？何のことだ。その小さな肝っ玉に見合ったちっぽけな野心だわ。路地裏で縄張り争いをしてる。その鼻持ちならない傲慢さ、貴様のうんざりするところだ。だがどうでもいい、俺様の掟というものを叩き込んでやろう。小僧、何をする。俺はズルが大嫌いだ。散々聞いたし、耐えても来た。義のあるふりをして平気で仲間を手にかける強欲な悪党め。ジェーン、分かっただろう。これがこいつらの本性だ。俺の提案を飲んでればこうはならなかった。今から飲む。なのにお前は。待て、今なんて。提案を飲むわ。足を洗ってやり直すでしょ。いいわ、乗った。えは本気よ。両手に力を入れなさい。ダメだ、筋弛緩剤が。あれ、切れた。力も戻ってる。なぜ。カッカして汗をかいておトイレにも行ってたじゃないでしょ。トイレは余計だろうが。出すもの出して、代謝が良くなったから薬が切れたのよ。通りで水をたくさん。ジェーン、裏切るのか。聞こえてたでしょ、あんたの茶番にはうんざり。あたいはもう出てくわ。ちょうど鍵もあるし。クワードが。貴様、殴られた時。そうかそうか、まあいい。ネズミを潰せば同様に威厳を示せる。見せてやろう、山獅子の名がいかに重いか。遺言はあるか。おやすいごよ、逃がさない。はっ、てっ、はっ、せっ、おわっ、はっ、はっ、せっ、到着。はっ、はっ、人ほどネギは。動力システムが動かん。ジェーン先輩、交代です。抵抗は無駄だ。初期速攻。フィナーレよ。くそ、そこがやられた。全員逮捕する。俺は負けん。
奴らを逃がすんじゃねえぞ、ボスの仇だ。こいつらなんてしつこさだ。あんな悪党の仇討ちにここまでやるか。レイザーの影響力を甘く見てたわね。おう、石郎、この先裂け目の出口は一つだ。やっ、ゴールは目の前なの。ジェーン、まさかお前がボスを陥れようとしていたとはな。俺様は最初からなんかおかしいと思ってたんだ。はいはい、後出しなら何とでも言えるわよね。すっかり威勢がいいじゃない。レイザーがいなくなった今、あんたがボスってわけ。生意気ね。死に損ないが舐めた口きくじゃねえか。ボスに手を出したこと後悔させてやるぜ。口を開けばボスがボスがって、あんなのに金魚の糞みたいにくっついて、どこがそんなに気に入ってたわけ。毎日大声で怒鳴られるのが快感だった。全部口を縫い付けてやる。だって事実でしょ、レイザーがあんたにいい顔するとこなんて見つ俺でもいいって言うんだから。あの男にパパの面影でも見てた。おい、ジェーン、もうその辺でよくないか。聞こえたかしら、治安官さんもあんたはもうダメだってさ。権力を傘にいじめられてた日々がとっても恋しいみたいだから、あんたのことファザコンって。待て、俺はそんなこと言ってない。あー、まずい。裏切り者風情がよ、必ず落とし前つけさせてやる。こらって言われても、別にあしらレイザーを親父だと思ってなわけじゃ。ドーン、わかってる。物の例えに決まってるだろ。これ以上あのドブネズミの好きにさせてたまるか。こっちは包囲してんだ、やっちまえ。何事だ、裂け目の中から。一体誰が。あなた方には黙秘権があります。今後あなた方が話すことは全て法廷で証拠として扱われます。なんとか間に合ったみたいね。主演班長、チーイ先輩、それにあいつも無事だったのか。一体あなた方は包囲されています。速やかに抵抗をやめなさい。シンイ先輩もあくびするんですね。だって玉宮なのに。さにあらず、疲労困憊は一種の精神状態であり、肉体のあるなしによるものではない。言うなればあくびとは、退屈極まった末に発せられる。そしてこれは映る。まさか班長が表彰式から戻ってくるまで俺は絶対に…しまった。ふふん、先輩の言うことは信じるべきであるぞ。退屈同士ちょうどよい。セス坊、もう一度あれをやってはくれぬか。え、俺は嫌ですよ。恥ずかしがることはない、我が温度を取ってやろう。コホン、班長聞いてください。こいつは山獅子組の親衛隊ジェーンです。今回の確保対象ですが、足を洗うように俺が説得しました。俺の名誉に誓ってこいつには更生の余地があります。親衛先輩、もう勘弁してくださいって。叱るのち主演が。セス君、紹介するわ。彼女は私たちと協力関係にある犯罪行動学の専門家、ジェーン・ドゥよ。今回の作戦には内密で参加してもらっていたの。班長、あっちはもう終わったんですか。っていうか、なんでそんなにはっきり覚えてるんですか。あの時のセス君の顔は面白かったわね。あまり落ち込まなくていいわ。この作戦が無事成功したのも
あなたとジェーンが頑張ったおかげなんだから、元気を出して。して、そのジェーンはいずこに？極秘のものとはいえ、何やら彼女を必要とする別の案件ができてしまったみたいで、もうすでに準備に取り掛かっているのだとか。まだ傾いてるかい？もうちょっと左かな。あ、やっぱ今のなし。もうちょい右？リン、それもう3回目だぞ。僕はただこの営業許可証をまっすぐ壁にかけたいだけなんだ。もうどうしてそんなこと言うの？曲がってないかなって大真面目に見てあげてるんだけど。わかったよ。ならこれでどうかな。もうちょっと左？やっぱり右？悩むな。悩むわね。でもすっごくいい笑顔してるわよ、妹ちゃん。あれ、前にポッターヒルを借りに来たネズミのお姉さん。覚えてくれてて嬉しいわ。お仕事の邪魔しちゃったかしら。ちっとも。実はちょっとお兄ちゃんをからかってただけなの。だって二人で街をぶらつくたびに晩ご飯をラーメンにしてこようとするんだもん。なるほどね。降りてきて大丈夫よ、店長ちゃん。ちっともずれてないわ。ふう、手がそろそろ限界だったんです。助けてくれてありがとうございます、お客さん。ビデオの返却ですか？そうよ。ここで借りたポッターヒル、確かに返すわね。わかりました。うん、特に傷なんかもないようですね。ではデポジットを払い戻すので。それでどうだった？お友達は満足してくれた？ん？お友達って？あれ、借りてくときお友達のためって、ほら度胸があるふりをしてるけど、ハッタリっていう、うちのお兄ちゃんにそっくりな人。リン、聞こえているからね。ああ、そんなこと言ったような気がするわね。でもごめんなさい、あたい本当に記憶力がダメなの。そうね、お詫びにここで一番高いランクの会員になるわ。プリペイドカードも上限いっぱいのやつを申し込もうかしら。あとは友達にこの店を宣伝しておくってことで。お、お姉さんは全然ダメなんかじゃないよ。私の記憶力の方が問題かも。喜んで会員になるお手伝いをさせて。ご支援ありがとうございます。プリペイドカードの用意ができました。お名前を伺ってもいいですか？そうね、ジェーンって呼んで。